ナビル・バイハは、フランス・ルミルモン出身のサッカー選手。フスラバと所属。モロッコ代表である。ポジションはフォワード。両親は、モロッコフェズ近郊のドゥア・ガーツィン出身である。2000年に、モンペリエ HSC からデビューし、2001年に、ポルトガル・リーガで女のナバルへ、2004年に、プリメーラ・リーガの SC ・ブラガに移籍した。2005年に、 スペインセグンダ・ディビシオンのラシン・フェロルに移籍し、リーグ戦で8得点を決めたが、シーズン終了後に、セグンダ・ディビシオン B に降格が決定した。フランスカブリーグの US クレテイユリュスタノに在籍した後、2007年1月にはスペインに戻り、セグンダ・ディビシオンの SD ・ポンフェラディーナでシーズン終了までに9得点したが、 再びセグンダ・ディビシオン B への降格を経験した。2007年夏、セグンダ・ディビシオンのマラガシ F に移籍した。レギュラーのサルバ・バジェスタが、たびたび負傷で試合を欠場したため、バハに出場機会が訪れ、チーム2位の10得点を記録して2シーズンぶりの、プリメーラ・ディビシオン昇格に貢献した。 2008年初め、移籍金200万ユーロで FC ステアラブカレストに移籍する可能性があったが、ゆくゆくはスペインのトップリーグでプレーする希望があったため、ルーマニアへの移籍を拒否した。彼の契約には300万ユーロ以上の移籍金を提示された場合のみ移籍を検討するという条項が設けられている。2008年10月5日、 アウェーでのレクレアティーボ・エルバ戦でプリメーラ・ディビシオンでの初得点を決めた。11月には最終的に3から4で敗れはしたが、サンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリード相手にゴールを決めた。2008から09シーズン前半戦だけで8得点を決め、後半戦も含めるとアポーニョと並ぶ9得点を決めた。2009から10シーズンは5得点に終わったが、 アトレティコマドリード戦で先制点、ヘタフェ CF 戦で決勝点、CA オサスナ戦で同点弾を決めるなど、勝負強さが光った。2010年3月21日のビジャレアル、CF 戦では後半途中からの出場ながら2得点を決めた。2011年8月18日、セグンダ・ディビシオンの CE サバデルと2年契約を結んだ。2003年、 モロッコ代表に初選出された。2004年には、アフリカネーションズカップ2004に出場し、決勝でホスト国のチュニジアに敗れたが、準優勝した。バハは4-0で勝利した、準決勝のマリ戦で一得点した。2007年10月後半、コパデルレーのラシン・サンタンデール戦で肩を脱球し、翌年1月から2月にかけて、ガーナで開催された。 アフリカネーションズカップ2008の出場メンバーから外れた。ありがとうございます。